はい、こんにちは。2020年11月14日土曜日夜ということで、おとといのプレイステーション5発売日だったわけでございますけれども、静岡の友人がプレイステーション5当たったので、うちに持ってきてもらって開封動画を撮るという、ネタをやったわけでございますが、あれ実は、真実が隠されているんですね。で、その真実を喋るかどうか迷ったんですけれども、まあ今喋って記録として残しておくことによって、皆さんの日々の糧の一つになればいいなと思って今動画を回しております。あれは、プレステ5は後付けなんです。後付けなんです。それを言っちゃったらさ、わざわざ静岡から持ってきてくれたんですって、あれがね、あのくだりはネタだったっていうのがバレてしまうんですけれども、もともと会う約束してたんですよ。約束をしてました。で、その会う約束をしていた中、プレステ5当たっちゃったんだけど、開けるって言われて、開ける。で、さらに開ける。って言ったんですよ。だから、もともと会う約束をしておりました。で、なんで会う約束をしてたかっていうと、答えはすべてここに入っているんですけれども、11月5日、先週ですね、私、大学受験の合否が出ました。で、合格していたら会おう。落ちていたら失踪するっていう話をしていたんですね。で、まぁ、今回ね、ちゃんと合格をいただいたので、じゃあ会いましょうと。ただ、1週間忙しいから2週間後に会わないっていう話をしてたんですよ。で、たまたまプレス当たったから、じゃあその日にしたっていうだけ。で、これは何かというと、スペイン語の電子辞書になります。その友人は、スペイン語本気勢なんですね。スペイン語本気勢。で、だって4年間大学でがっつりスペイン語やってるし、すごいスペイン語本気と。で、それが、これが現役時代に使われていたっていうか、まあ、使っていた電子辞書だそうで、今回ね、これを持ってきてくれて、これスペイン語だからいらないと思うけど、あげるねって言ってもらったんですよ。スペイン語だからいらないと思うけど、あげるね。自分が現役時代に使っていたものだ、ってくれたんです。で、唯一ね、今回私が、フランスっていうことをやり始めたときに、私さ、ずっとさ、皆さんに、言語の能力がない、適性がないっていうことを言い続けましたよね。私は、プログラムやサブカルチャーやテクノロジー、コンピューターっていう自分の得意分野だけを突き詰めていったから、なんかうまくいってるだけで、他の分野何もできないっていうことを言っていて、そこに、フランス語っていう語学っていうのは入っちゃってるっていうのは分かってたから、適性がないっていうことは言ってたんですよ。だけど、自分がやれること、コンピューターとかっていう、やれることと、やりたいんだけど、やれないこと。フランス語ね。これがぶつかったとき、やっぱやれないけれども、やった方がいいと思うんですよ。例えば、じゃあ今の私がスポーツをやりたいって思ったとき、この体でもやりたいと思ったら、やっぱやってみるべきだと思うんですよ。それは、果たして自分がね、やれることだけをやっていることが幸せなのかっていう部分に関わってくると思うんですけれども、これをね、ずっと言ってきたじゃないですか、皆さんにも。で、それを最初にっていうのはおかしいけど、唯一否定してくれたのがその人なんですよ。私がそれを言ったら、いや待って、それ、間違ってるよ。って言ってくれたんですよ。めぐみさんは、英語やりすぎ。だから、英語で考えてるから、難しくなってるだけで、適性がないってことはないよ。って一撃で、否定してくれた人です。はい。英語のせいだと、言ってくれたんですね。スペイン語は、要は、ラテン語由来っていうんですか。ロマンス語って言って、ラテン語から派生している言語なので、スペイン語もフランス語もね。スペインとまあフランス、英語よりはスペインの方が近いわけですよ。そうすると、そういう風に見えるということで、それ励ましてくれたんですよ。だから、励ましてくれた。今回すごい世話になったんですよ。励ましてくれた。あかんっていう時に、いや、大丈夫だからっていう。大丈夫だと思うんだよねーって言ってくれて世話になったから、だから受かってたらうちで、うちでっていうかじゃあ東京で、なんかやりたいと私がね、やりたいというかなんか食べ物でも一緒に食べましょうって話をしてたの。なんか、ね。言ってたんですよ。受かったから、来てもらって。ね。これがだから今回いただいたスペイン語の辞書、いただいたっていうかね、これが私が使ってた英語の電子辞書ですけど、まあね、にがりおったり。まあ私はピンクが好きってだけですけど。ね。まあだからこれも使いませんけどね。だって私がやるのはフランス語だから。っていうかそもそも今スマートフォンあるじゃん、ね、スマホあるじゃん今だからスマホでいいと思うんだけど、まあ、ね、もらったということでございます。はい。
だから、プレステも開けられたっていうよりも、一泊してって、その日、12日来たんだけど、12日はもう私、プレステとか動画のことやっちゃったから、ご飯だけ食べて、夕飯だけ一緒に食べて、明日一緒になんかしようっていう話をして、で、私があげられるもの、これのお返しに、私からあげられる一番いいものって言って、私が一番いいあげられるものって何だろうって考えたときに、やっぱ新約聖書になっちゃうんですね。だから新約聖書をあげました。あげました。で、次の日に、さっき動画出したと思うんですよ。フランス語の聖書買ってきましたとかって。あれ、四谷で買ってるんですけど、だから四谷に行ったりしてるんですよ。それは私があげられる最大のものって何だって考えたときに、もうやっぱ、教会しかないんで、教会しかないんですよ。もうそれが一番なので、教会連れてったと。で、聖書で私は、フランス語の聖書を買ってきたっていう動画を先ほどアップロードしたと思うんですけれども、スペイン語の聖書も売っていたので、一緒に買ってるんですね。で、スペイン語の聖書をペラペラめくりながら読めんのって言ったら、うん、全然読めるっつって。それ1個の私の到達点なんですよ。私はフランス語の聖書をペラペラに読みたいっていうところが1個の1つのゴールであるので、もうそこに到達してるんですね。羨ましくてしょうがない。だけど、それを見ると、まあ、やれるっていう。だって、その人が、私はやれるって言ってんだから、やれるはずなんですよ。絶対、めぐさんはやれるって、その人が言うんだから、間違いないですよ。やれるんです。だから、やれるはずです。はい。私が逃げなければ、逃げたり、辛いんごつって、挫折しない、挫折っていうか、だから逃げるんだよ。逃げなければ大丈夫。やれるよ。ということで、やれるんです。はい。もう、それは、先を行くもの。先生ってさ、先を行く人じゃん。だから、まあ、教授は教えるものですけど、私はそんなにね、言うてあれなんですよ。道があって、同じ道を歩んでるだけ。私が、そのキリスト教について喋ってて、そういう知識を得たいっていう場合、私が、ただ先に進んでるだけであって、同じ道通ってくればいいよっていう。それはプログラムも、何でもそうで、今は私が優れて見えるかもしれないけど、そんなことなくても同じ状態の時があったから、たまたまそっから歩ってったわけだから、同じ道をただ辿っていけばいい。で、私をいつしか越えれて歩っていけばいいわけで。ただその道を、走り出すタイミングが私の方が早かったってわけね。で、今回、そのスペイン語を先に進んでる人が、その真横にある道、フランス語を、あなたは、歩けるよって言ってくれたっていうのは、私の中でやっぱすごく大きい。ありがたかった。いや、そう、本当に私はね、今回いろんな人に助けてもらって、もう本当にね、まあ、さっちゃんなんかさ、受かった時にさ、半年間愚痴聞いてよかったって言ってたよね。さっちゃんは、ね、よく、さっちゃん友人ね、名前出してますけど、さっちゃんはね、半年間ずっと愚痴聞いた甲斐があったって。私、そんなに言ってたっつって、10分おきぐらいに、大学がとか、フランス語がって言ってたと思うよって。ずーっとこの半年聞き続けてきた甲斐があったわって なんかね、本当に友人たちに恵まれたなと思いますよ。だから、ね、受かりました動画でも、一人じゃ絶対ここまで来れなかったっていうことを言ってるんですよ。結構辛い時ってあるよ。まあ、こっからがスタートラインだけどね、私はね。ここゴールじゃないんですよ、実は。ここがただのスタートラインに立っただけ。そのスタートラインのチケットをゲットしただけっていう話ですよ。だから私が目指すべきは、そのスペイン語の境地というか、一個の私の到達点である聖書をペラペラに読めるっていうところに到達してる。これが一個の私の目標です。目標いっぱいあるんですけど、その中の一つはそこなんです。そこに行ってる人が行けるって言ってんだから。本当にもうね、こんなね、いやー、坂上恵みとは本当につけて、用意つけてくれたもんで、恵まれてると思います。はい。本当に、恵み溢れる聖マリアっていうわけじゃないですけれども、本当に、いやー、人生においてこんなね、友人に、
助けてもらっていくみたいな、まあ常にそうだけど、今回強く感じた。本当になんか、いい機会だったなと、思います。本当に人っていうのを、優しいなって思いました。はい。だから、こういう、私がピンチになった時にこそ、隣人愛が溢れてる人がバーって助けてくれたりするっていうのは、嬉しかったし、よかったなと思いました。これね、何の役にも立ちませんけど、辛いと思った時にね、時間ない、眠い、どうしよう、仕事やんなきゃいけないしっていう時にね、いけるって言ったじゃんみたいな、もらったでしょそれっていう、ね、これだって世界に1個しかないからね、リアルで使ってたやつだからね、頑張ろうっていうお話でした。だから本当にプレス5は後付けだったっていう。これを踏まえた上で、あの動画をもう一回開封動画を見ると、いかに私の演技が優れているか。なんと、このためだけに静岡から来てくれたんです。これが私の仕事です。が見えなくていい動画だから楽しかったでしょあの動画だからこの動画はすごい迷ったんだけど、もうこれがとにかく嬉しかったっていうのと、まあそういう人間関係に感謝してますっていうことをね、一個記録として残しておくのは自分にとっても大事だなと思うんですね。これビデオブログとはよく言ったもので、後から あの時の気持ちを忘れるなっていうのでもう一回見ようっていうのは自分でもできるっていうので、今回は、動画を撮りました。ごめんね、これを見た後、プレス5の動画もう一回見ると面白いと思うよ。というわけで、またお会いしましょう。皆さんにとって何か、一つね、いい何かの気持ちになればと思っております。バイバイ。